ベトナムでは日本のバイクが圧倒的なシェアを誇り、中国製のバイクは見向きもされません。事実、2021年のベトナムバイク市場のシェア率はホンダ 79.3%、 ヤマハ 18.9%、 スズキ 0.4%。 なんと日本企業だけで約 98% の市場シェアを独占しています。なぜベトナム人は日本のバイクだけを買うのでしょうか。今回はベトナムのバイク市場と日本のバイクを選ぶ理由について深掘りしていきます。バイク好きな人はいいねで応援お願いします。それでは早速見ていきましょう。日本の10倍、世界最大のベトナムバイク市場。ベトナムでは主な交通手段としてバイクが普及しています。どれくらい普及しているかというと、2018年のベトナムでの新車販売台数が約338万台で、同年の日本は約33万台と、その差は10倍。ベトナム国家交通安全委員会によると、2019年時点でベトナムのバイク登録台数は約5900万台でした。人口約9600万人に対して100人あたり約 61.5 台となっています。これは世界で最も高いバイク保有率の一つです。ベトナムではバイク保有率が高いのですが、その理由はいくつかあります。ベトナムの地方部では電車やバスなどの公共交通機関が不十分なため、バイクが唯一の移動手段となっています。またバイクは自動車に比べて安価で維持費も低いため、所得水準の低いベトナム人にとって手頃な乗り物です。さらにバイクは渋滞や狭い路地でも小回りが利くため、都市部での利便性が高いというメリットもあります。日本ではバイクは趣味としての色も強いですが、ベトナムでは日頃の足として使われているケースがほとんどとなっています。中国からシェア奪還した日本企業。今では日本が独占しているベトナムバイク市場ですが、20年ほど前は全く違う状況でした。1990年代から2000年代初頭に中国企業が本格的にベトナムのバイク市場へ参入し、一時は新車販売シェアの9割を中国製が占めるという時代がありました。なぜこんなにも短期間で中国企業が新車販売シェアを伸ばしたのでしょうか。この一番の理由は価格の安さです。当時の日本のバイクの半分以下という価格帯で中国製のバイクが売られている状況で、ベトナムの人々はこぞって中国製バイクを購入しました。2002年には中国からベトナムへのバイク輸出額が3億2000万ドル、日本円で約440億円に到達し、このまま販売額を伸ばしていくと考えられていましたが、そうはいきませんでした。中国企業は過激な価格競争を繰り広げ、メーカーの利益を圧迫しました。そしてさらなるコスト圧縮をするために、オートバイの品質までも大幅に下げてしまい、ユーザー離れが加速。最終的には中国メーカーのバイクはベトナム人から見放されて日本のバイクに回帰。現在では9割のバイクが日本という大逆襲をしました。ベトナム人が日本車を選ぶ理由1、品質の高さ。ここまで日本のバイクが選ばれる最大の理由は日本のバイクの品質の高さです。日本のバイクは耐久性や安全性が高く、故障や事故のリスクが低いという評判があります。事実、ホンダのバイクは10万キロ走ってからが本番とも言われています。一方、中国製のバイクは安価な代わりに品質が低く、故障や事故が多発するという事例が多発しました。ベトナムでは生活の足としてバイクが利用されるため、
耐久性という部分は重要視されます。特にホンダのバイクの耐久性の高さは評判で、データとしてもホンダのバイクの耐久性の高さ、すなわち故障までの走行距離の長さは目を引きます。さらにヤマハもトヨタのエンジンを作っているため、ヤマハのエンジンも技術力や耐久力が高く非常に人気です。バイクという乗り物ではエンジンの耐久性がバイクの寿命に直結します。エンジンはバイクにとって心臓部ですが、エンジンの技術の高さが長寿命を達成する最大の要因です。ベトナム人が日本車を選ぶ理由2、アフターサービス。ベトナム人が日本のバイクを選ぶ2つ目の理由がアフターサービスの充実です。日本のバイクは修理やメンテナンスが容易で、部品も豊富に入手できます。販売店も地元の人に信頼されており、技術的にも標準化されています。バイクがたとえ故障したとして、その際の修理あるいはメンテナンスしやすいというファクターも重要なポイントです。バイク社会であるベトナムではバイク修理を行うお店も多く、オイル交換やタイヤの履き替えなどあらゆるメンテナンスや修理が行われています。そこで重要になるのが修理メンテナンスのやりやすさ、部品の入手が容易であるという点です。日本のバイクは総合的な保守性に優れており、アフターサービスにも優れています。ベトナム人が日本車を選ぶ理由3、ブランドの信頼。ベトナム人が日本のバイクを選ぶ3つ目の理由がブランドの信頼です。日本のバイクはベトナム人にとってステータスやプライドの象徴となっています。そこには日本の文化や技術に対する憧れや尊敬も少なからずあります。ベトナムで最初に普及したホンダのバイクはスーパーカブでした。スーパーカブがベトナムへ大量に輸入され始めたのはベトナム戦争の真っただ中である1960年代のことです。スーパーカブは素晴らしい名車ですが、ベトナムではいきなり大活躍できたわけではありません。というのも、それまでベトナムで活躍していたバイクはヨーロッパ製の混合給油式2ストロークエンジンを使ったモペットやスクーターが普及していました。そうした環境下で4ストロークエンジンのスーパーカブにオイルを混合したガソリンを給油するトラブルが相次いだのです。この事態を重く見たホンダは駐在員事務所を作り、エンジニアを派遣し、正しいメンテナンスの講習やユーザーのフォローを行いました。ホンダとしては、正しく使えば長く走れるスーパーカブが間違ったメンテナンスで故障していく姿は見るに耐えられず、ホンダのスピリットがそれを許せなかったのでしょう。こうした地道な努力によってホンダの人気が高まっていき、一部の日本人からベトナムにおけるホンダ神話の始まりとも言われるようになりました。ホンダがベトナムでブランドの信頼を獲得に成功すると、その評価につられて日本のバイクの評価が高まっていくということにもつながりました。ベトナムでのホンダブランドへの信頼は絶大で、言葉としてホンダイコールバイクという構図が成立しています。そのため、俺のホンダはヤマハだという奇妙な発言が成立するほどです。ベトナム人が日本車を選ぶ理由4、圧倒的な燃費性能。ベトナム人が日本のバイクを選ぶ4つ目の理由が燃費性能です。日本のバイクメーカーは燃費を重視してエンジンを設計しています。ベトナム人は高いガソリン価格への対応策として燃費のいいバイクを選ぶ傾向にあります。ホンダやヤマハなどの日本ブランドのバイクは効率的で経済的なエンジンを搭載しており、多くのベトナム人に支持されています。事実、ホンダのメガヒット製品のスーパーカブの燃費は
50cc モデルで1リットルあたり 105km、 110cc モデルで1リットルあたり 68km と異次元の数値です。燃費だけ言ってもイメージが湧かないと思うので具体例を一つ挙げます。東京駅から熱海駅までの距離は105キロです。スーパーカブ50なら160円でわずか1リットルのガソリンを給油すれば、この東京から熱海まで走行できる計算になります。新幹線だと4000円、電車でも2000円はかかるので、スーパーカブのコスパ恐るべしです。ただこの燃費性能を実現するには、思いやりのある運転と華麗なギアチェンジが必須なので、あくまでもイメージとして捉えてくださいね。世界4位のベトナムバイク市場。ベトナムのバイク市場は世界でも有数の市場で、年間330万台のバイクが販売されており、世界で4番目の大きさとされます。そのためバイクメーカーはベトナム市場に次々と新しいモデルを投入し、シェアの拡大を狙っています。そんな巨大市場で大きなシェアを獲得している日本のバイクメーカー、特にホンダにとってはビジネス的に落とせない市場となっています。ハノイ市やホーチミン市など5つの中央直轄市では、交通事故や渋滞、環境汚染の対策として2030年以降のバイク通行制限も検討されていますが、バイクが生活の足として使われなくなることは考えにくいです。ベトナムの状況を考えれば、日本のバイクが今後もベトナムの人々の足として大活躍していく可能性はかなり高いと言えます。ここまでベトナムで日本のバイクが熱い支持を集めていることについてお話ししてきましたが、いいものは評価されるということを改めて感じました。ベトナムでは一時は中国企業の旋風がバイク業界に吹き荒れましたが、結局は日本勢がシェアを取り返しています。その理由はたくさんありますが、日本のバイクの質がいいことが最大の理由です。そのことが素直に評価されるのは当然ですが、メーカーとして確かな技術力がなければその構図は成立しません。ベトナムの事例はメーカーとしての底力というべきものが顕著に現れている事例だと思います。皆さん、ベトナムで大きなシェアを獲得している日本のバイクについてどのように考えますか？皆さんのコメントお待ちしております。この動画が良かったら、いいねとチャンネル登録よろしくお願いいたします。また X と LINE でも発信をしております。気になる方は概要欄をチェックしてみてくださいね。それでは今回の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。